やばい、引っ張っちゃった。私右目やって頑張ってる。もう少しでお昼だよ。やばい、お腹空いた。ね、お腹空いた。ね、おすすめは何ですか？わかんない。うちもおそばしか食べない。あ、そうなんだ。そばか、鉄火丼だよ。大好きな。前も鉄火丼ね、前食べてたよね。難しいよ、距離ある。難しいよ、距離あるかな。あ、何？8番ピンポジ何とかだった。マイナス2 6。もっとあるのかな。結構ありそうです。タイボールでいきます。うん、ナイス。おお、ナイス。あれ、風が今感じるから。ああ、吹いてたのかもしれない。そうですね、全然考えてなかった。ちょっとアプローチ練習しないとね。そうですね、今日まだ1回しかやってない。ソフトな、ソフトで、ソフトのアプローチ、アプローチを今習得中です。これ、これだな。うん、私あっちだ。カラーからさ、パタウプ、アップルーチ。私これアプローチかな。アプローチだね。キュッてきた。タイちゃんに、昨日タイちゃん家に泊まらせてもらってました。最初に来ただよね。じゃなかったらやばいよね。うちから来たらどんぐらいかかる？3時間以上でしょ。いや、5時間ぐらいかかるの。え、マジ？え、半端ない。それ無理だね。それ無理だ。行く途中になんかタイちゃん家がある感じなんで。うん、あ、じゃあちょうどよかったんだ。そうなんですよ。よかった。時間はやばだから、やっぱ結構試合とかこっちの試合が多いので、関東の試合は大変です。
じゃないの。え、でも雪見大福とか好きそう。好き好きです好きです。だけど、うん、なんだろう、もう全般好きです。全般好き。全般キノコも好きそう。キノシイタケ食べましたね。タイちゃん家でタイちゃん家でシイタケいただきました。めっちゃ美味しかったです。よかったです。しいたけしか入ってないんですけど、そう、しいたけは美味しいんです。美味しかったです。お母さんにやっときます。はい、お願いします。また食べに行きます。それじゃないよね。ね、多分これじゃない？うん。内緒。猫ついてきた。双子なんだよ。あいつさ、めちゃ見た時さ、うん、こうじゃと思ってなかった。もっと落ち着いてて、おとなしいかと思ってた。すごい喋る。え、たんちゃんほんまにおとなしいよね。私？うちら。うちら？うん。うちら？うちはおとなしい。おとなしい。たんちゃんは、なんか、もう食べてなかった。たんちゃんは、おとなしいっていうか、やばい。たんちゃんの方がやばいから。よく言うよ。よく言うよ。家で歌ったりしてる？しません。家で何する？家で。でもタイちゃんもうずっとこんな感じですよね。家でもこんなだよね。なんかのんびり。のほんって感じ。なんか何考えてるか分かんないよね、タイちゃん。なんかさ、何も考えてないもん。いや、でもこっちのがやばいよ。78ヤード。キヨちゃんから言って。うん、78ぴったり打っていい。うん、打ち上げじゃん。キャリー75ぐらいってこと。いや、いいよこれ。入っちゃった？入ったかな。あ、ボール大丈夫です。めっちゃうまいね。やった。これも入っちゃう。入った。それ入った。二球とも入っちゃったね。入ったね。でそうです。あ、じゃあそっちにする。グリーンが多分見えるんですよ、うん、こっちは、うん、キャリーでしか打てないから。ラフでもこっちの方が、うん、突っ込もう。突っ込みましょう。もう来た。うん。あ、
感じ？転がっちゃった？戻ってきちゃった。あ、戻るの？あと1ヤード先だったら。うわー、いいんじゃん。何も考えない。入れよう。入れようね。こう真っ直ぐだよね、普通に。リードして美味しいご飯食べよう。なんかパターもさ、こうやって構えればいいの。こうやってなっちゃうから。けど こっちがさ上がっちゃったらさ、そうなっちゃう。なんかこう引っ掛ける。そう。私こうだから後ろさ。へえー。こうだと引っ掛ける。なんだよ。引っ掛かる。じゃあやめそれだけでもないってね。で。本当だね、もう一ヤードだね。あやみちゃんので行きましょうか。うん、スライス、ね、まっすぐ、どっちよ。まっすぐだけど、ちょっと切れてもいい、ね、カットは入ってみましょう。狙いが一番いいな、これ。ナイス。美味しいご飯が食べられる。私も美味しいご飯食べるもん。へぇー。へぇーってやれた。まだ、ね、食べようね。後半だもんね、私たち。後半派ですよね。後半こう来るから、まだ。もう今ね、徐々に上がってる。それ以上に来るから。いや、それ、越してくるから。いやいや、無理だから。無理。あ、私これ食べたい。美味しそう。これも美味しそう。いったら。何これ、サンマ？サンマなの？サンマーメンって知ってます？知らないです。サンマが入ってるんですか？神奈川県で有名な麺で、へぇ、すごいでしょ。めっちゃ美味しそう。どの順番でいきましょうか？めっちゃ美味しそう。では、本のパイセンから。鮭とエクラの2食分です。待って、ソースなんだけど。あやみが仕掛けた。ねえ。いただきます。卵も入ってますね。いただきます。あっさり。ソースの味はしないです。変色からね。君、ソースのせる？どう？美味しい。大丈夫。いい感じに。よかったね。いただいて。美味しい。こっちのお鮭の方が高そう。高そう。うん。高いです、これは。味がいい。うん。500円ぐらいじゃないですか。それで？ご飯が600円。300円。あ、今これ何、メニューの価格を分けたってことを今言ってるんですよね。あの、ちょっと卵も入ってるから、卵追加で150円ぐらいですか。表示価格よりも高くなってる。あ、本当ですか。そうですよ、ね、美味しい。美味しい、めっちゃ美味しい。値段以上。美味しい。お値段以上。お酒みたいな。じゃあタイパーさん行きましょう。おちもついたんで。彩り御膳です。めっちゃ美味しそう。お肉とお魚がついています。肉食べる。いただきます。レアな、ミディアムレアな感じのお肉です。美味しいですか？うんふん。何て言うか分かんない。お肉はとても柔らかくて、これもお値段以上の美味しさです。
値段以上値段以上お肉はい、行きましょう。はい、私は3万円を注文しました。すごいね、気になってたね。初めてです。神奈川に行かないと売ってないんですよ、大体。あ、そうなんですね。ここは成田ですけど、あ、なんかちょっと甘いですね。甘いんだ。なんかあんかけ焼きそばみたいなのに近いです。サンマ入ってた？サンマは入ってません。まだ見つかってないです、ね、まだ下の方にいるかもしれない。隠れてる、隠れてる、恥ずかしがりで、私はこれよりもこっちですね。決め手は、決め手はこっちの、これが食べたかったです。そのままの美味しさです。肉が入ってると思ったんですけど、うん、はんぺん、すり身か、すり身でした。魚の、はんぺんもすり身ですか？うん、そうです。はんぺんはすり身です。失礼いたしました。この肉ライバル来たよ。いや、すごいですね。なんか17歳だっけなのに、あ、アナウンサー行けんじゃない行けるよ。行けないでしょ。え、やばいでしょ。じゃあ最後行きましょうか、はい、いただきます。何食べましたか？親子丼です。大きいですね、はい、ちょっと食べたかった。いただきます。すごい卵の味がします。ふわふわの卵の感じがします。で、お肉がすごい鶏肉の味がします。すごい美味しい、あの親子の感じが、イメージができます。親子の、やばい、やだ、食べよう。はい、ありがとうございました。そうなるよと思ったら、やっぱ先輩はね、すごい慣れてないから、もう振らないで。先輩だってソースかけちゃうもん。先輩結構好き嫌いないんじゃないですか？いや、それがあるんですよ。あ、何嫌いなんですか？しいたけとかです。ちゃんちゃんのしいたけ美味しいです。本当？ちゃんちゃんのしいたけ。ちゃんちゃんのしいたけ全然。言い方が良くない。早速振った。